ついに買いましたよ、これ。じゃじゃーん。これはね、エネループですね。エネループ8本。容量はね、2500mAh。ミリアンペアアワーって読むんでしょうかね。これね、8本でね、4500円しました。結構高いですよね。ただね、今となってはエコな時代ですので、まあ乾電池をね、いちいち変えるよりは、もうね、エネループで充電していこうと思ってます。で、これが AZGTI。この赤道儀に、もう赤道儀って言っちゃったよ。経緯台だな。この経緯台にエネループを差し込んで。外付けのね、電源もね、使えることは使えるんですけれどね。やっぱりね、リュックサックでね、遠出しようと思ったらね、こっちがいいですね。はい、それでは今からこれを持って出かけたいと思います。このリュックはね、この間の天体写真群登録でね、お見せしましたね。一応ね、県内ではあるんですがね、ちょっと今からね、電車に乗って、ちょっと遠いところに行こうと思ってます。もちろんね、惑星撮影セットもね、持っていきますよ。ファインダーはね、今日は光学式ファインダーにしたいと思ってます。あとね、今日はね、このね、対物レンズを持っていこうかと思います。私以上にね、レンズのことがね、大好きなね、方に会いに行くので、これをね、お土産に持っていきたいと思ってます。何か包めないかな？F15 のね、対物レンズなのできっと喜んでくれると思うんですが、それでは出発したいと思います。はい、暑いですね、これは。またそれではね、行ってきます。うわ、こりゃ暑い。わ、意外と快適ですね、このコールマン。やっぱりね、バッグをね、紹介したからにはね、行かなきゃいけないですよね。ちゃんとね、自分でね、行ってこそね、説得力のある YouTuber だと私は思ってますんで。ドアが開きます、ご注意ください。お疲れ様。本当。映しちゃってよかった。モザイクかけて何千フレームやらなきゃいけないんだって話になります。落としちゃった。飛び跳ねてここだけかけました。ええー。この要するにこのここだけかけたんですよ。ああ、だったらいいんじゃない。大丈夫なんですよ。ギアは割れてないんで、多分一周はしてるんで、もうギアは大丈夫です。多分ギアは大丈夫なんで、このネジ。変な挙動とかしない。しないですね。すげえ入道雲だ。これがコントラストで、これコントラストで、これがガンマ、ガンマブルーの青のホワイトバランス、うん、で多分 ZWO のやつだと G がない、うん、おそらくですよね。ないね、ないね、そういえばないね。なんでだろうね。はい、どうぞ。いや、何を言えばいいんですか。やべ、言わなくていいよ。赤道儀がね、動けばいいよ。ああ。戻しますね、これ。戻るのか、ちゃんと。おー、かっこいい。ちゃんと戻るのか、これ。赤道儀モード。戻りそうだな、うん、あれ戻んね、これ。多分戻んね。絶対おかしいこれ。うん、ちょっとエラーしてる。エラーしてますね。そしてこの向きじゃなかったですよね、多分。うん。クランプ閉めてなかった。はい。水平よし。ゴーゴーゴー。一発で月が入るといいな。これに一応平行とか合わせました。うん、うん、合わせた合わせた。うん、合わせた合わせた。それで入らなかったら僕に責任があることになります。相談で行くから入れないですけど、導入しやすくなりますね。大丈夫っしょ。水平も相当シビアに合わせてよ。顔入っていい人、悪い人。あ、大丈夫です。で、なんか、
よくなしに入る、申し訳ないけど。っていうかさ、導入をしてる間にこんなに雲が湧いてたとは思わなかった。一瞬だな。一瞬でなんかすごい雨とか降りそうで。大丈夫かな？色がやばいよね。早く過ぎ去ってくれ。暗くなっちゃったね。二度目の導入。うまく月が入るかな。お、月も木星も土星も全部見えてるね。すごいよね。大赤飯がこっち見て、じゃあどっちにしよう、動画撮影にしようかな、それとも静止画にしようかな。動画の方がいいよね、臨場感があって。あ、はい、でも中断した、うん、何遍も中断してる。あ、これはずっとやってる感じですね。うん、まあ、6年しかやってないから、まあ人生長いからね。僕中断ところがあるのか分かんないですけど、でも今のところは中断するつもりないですけど。うん、中断しちゃうもんね、やっぱり忙しくなったり、忙しくなったり、あ、そうか、ボスケさん、自分はだって会社がリストラになったりいろいろあったもんね。そうか、ボスケさん1年前ぐらい中断しましたね。そう就職活動したりね、そういう時はさすがにさ、天文やってると何やってんのって周りの人思うじゃん、親とかさ。それがストレス発散になるといいんじゃないですか。機材はお金かかるみたいな、持ってるだけでお金かかるみたいな。まあそうだけどね、機材税とかね、あるわけだし、天文機材に税金課されたら多分みんなやめますとか、やめないと。消費税ぐらいしか課せない。処分したらお金になるなと思ったらちょっと考えるじゃないですか。あまあでもやっぱ職がない時は自分の、まあ、趣味はちょっとなっていうところはあったね。うん、僕だったらそっちに全部行っちゃうかもって可能性ありますけど、うん、事件実逃避というか。まあそれもいいと思うよ、人それぞれ。できないのに仕事にさせましたってさせちゃいましたけど、どうしても合わせられないの、ね、自分の技術は無理なので、相当 HDR やんないと無理なので。じゃあちょっと JR 北海道の名残惜しいですが、ボスケさん帰られるようです、はい、帰ります。ありがとうございます。また家に着いたらというか電車の中でツイートとかいろいろする。はい、あ、すいません、夜遅くまで、すいません、ありがとうございました。こちらもいろいろ出していただいて、最後ね、お土産にこんなものをいただいてしまいました。ありがとうございます。正面に見えているのはね、火星です。おお、雨をね、ちゃんと弾いてますね。